とにかくあったかくして寝ろよ。綺麗だ。レン、お前、すっげえかわいい。何をする。どうせならお前も日本に来る、レン。日本に？今すぐは無理かもしれないけど、俺卒業したら家出るつもりだから。そしたら一緒に住もうぜ。じゃあレン、行ってきますのチューしていい？それはいちいち相手に断ってするものなのか。そっか、レンは男前だな。お前はさっきから何を。大好き。行ってきます。レン、本当に俺って愛されてるね。はそんなに俺とキスするの嫌？俺はお前が嫌ならもうしない。嫌だなんて一度も思ったことはない。そう。ハル、うん、行ってくれ。はいよ、お利口さん。店の内装デザインとかサンプルが。なんだよイク、ゴキブリでも出たか。どけ。それも聞かない。触るな。嫌だね。知らない、こんな男。いつもヘラヘラ笑ってるハルじゃない。こんな風に俺を無視する男は知らない。こんな怖い男は。アキたちはああ言ってたけど、普通好きだって相手の前で平気でこんなに熟睡しねえよな。じゃあ俺のことをお兄ちゃんと呼んでみ。お兄ちゃんだ。可愛く言わないと合格点出さないからな。うん、レンがそう呼ぶのなら俺はただの兄貴だけど、呼ばないでほしいって心のどこかで願ってる。ほら言ってみ。